シャルル・バルバルーの肖像、シャルル・ジャン・マリー・バルバルー・ポール、ボードリーがやがて、ジロンド派とジャコバン派の抗争が激化し、ジロンド派の逮捕が決定する。バルバルーは同じくジロンド派議員のビュゾーの故郷、カーンへの逃亡に成功し、そこで他の都市と連絡を取りつつ、ジロンド派の反乱を企画していた。このカーン氏には、後に、マラー暗殺の犯人となるシャルロット・コルデーが滞在しており、 彼女はここで、かねてより共鳴していた、ジロンドハギンたちとの交流を深めた。シャルロットは、特に、若く容姿の美しいバルバルーに惹かれたようだが、二人が、お互いをどう思い、どの程度の付き合いまで進展したかについては、はっきりしていない。しかし、バルバルーが、彼女のために、パリの友人のンルュペレに紹介状を書いているのは、事実であり、これが後に、 彼の運命に影響を及ぼすことになる。やがてパリへと向かったシャルロット・コルデーによってジャコバン派の大物マラーが暗殺される。逮捕された彼女の近辺捜査からバルバルーの紹介状やジロンド派議員の名が発見されるとマラー暗殺はジロンド派の陰謀であるという説が打ち立てられる。カーン氏に滞在中のバルバルーたちにも当然激しい追求の手が及び彼らは フランス北西部をさすらう身となる。やがて彼らは、ガデの妻の姉である、ブーケ夫人の保護のもと、ボルドーの近く、サンイコールテミリオンに落ち延びる。バルバルーはここで、回送録を書いている。しかし1794年6月17日には、ロベスピエールの目と呼ばれた、公安委員会の使者、マルク・アントワーヌ・ジュリアンによって、町は、一斉捜査を受けてしまう。バルバルーらは、 逮捕を免れるが、自分たちをかばってくれた町の人々に迷惑がかかることを恐れ、町を出る。行くわけもなく、誰からの保護もないバルバルーは、追っ手が近づくことを知ると拳銃で自殺を図るが、負傷しただけで死には至らなかった。やがて瀕死の状態のまま逮捕され、ギロチンにかけられて6月25日に処刑された。彼女との関係については、諸説ある。ありがとうございます。